はい、皆さんこんにちは、ラフマンです。これが2020年最後の動画になってしまうと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。年末年始のお休みなので、大掃除ぜひ絶賛はかどってるかと思いますが、私はラフマン、今洗面所の掃除に取り掛かっております。ヒゲ剃るのには、私この電気シェーバー、フィリップスの電気シェーバー使ってるんですが、まあそもそもミニマリスト目指してんだったら T 字だろうっていうのがあるのかもしれないですけど、まあちょっといろいろね、 T 字もたまに血が出ちゃったりとかするのでね、これごめんなさい、女の人っていうか男の人向けの動画だと思うんですけど、いや私はこの最終的に今いろんな電気シェーバーを使ってこのフィリップスの3マイバーにたどり着きました。なんてこれは別にどうでもいいですよね。これでも慣れると意外とですね、剃り心地最初おかしいかなと思うけど、丁寧に剃れていいもんです。ただですね、これ掃除するときにここをパカって開けて、ここの中を掃除しなきゃいけないんですよね。で、そのための掃除するのに何を使えばいいのかっていうと、この買った時についてくるちっちゃいなんかミニブラシなんですけど、これなんで3本あるかよくわかんないですけど、これ今までの多分ブラウンとかね、他のシェーバー買った時についてきたものだと思います。で、全部取ってたんですけど、まあ、ちょこちょこやるときに、いつもね、こんな感じで、なんかちょっとこう、ちっちゃいブラシでここ届けにくいんですけど、まあ、それはそうと言いつつも、これ、まあ、めんどくさいなと思いながら、まあ、たまにこう、掃除してたんですよね。で、ちょっと今回の大掃除で、まあ、徹底的にやろうと思ったときに、このね、ちっちゃいブラシだと、やっぱこう、物足りないんですよね。もっとこう、ガシガシやりたいと思って、で、ちょっとまた洗面所をガサガサしてたら、これだと思って見つけたんですけど、ビジネスホテルとかで出張行った時にね、こう、ちょっとなんとなく持って帰っちゃった、こう、歯ブラシ、使い捨て歯ブラシあると思うんですけど、皆さんも多分2本どころじゃないかな、何十本も持ってる人いるかもしれないですけど、あると思うんですよ。で、これね、これ使えるじゃんと思って、早速取り出してこれでやってみました。そしたらね、気持ちいいですね。このちょうどね、山切りカット、まあこの歯ブラシだけかもしれないですけど、山切りカットだったんで、ここのね、溝にね、結構食い込むわけですよ。で、これはね、素晴らしいと思って、綺麗になりました。で、まあ綺麗になった反面、この歯ブラシシェーバーと近くに置いてて、なんか取り間違えてしまうのも嫌だなと思って、一応念のためね、間違えないと思うんですけど、歯ブラシするときはね、もっとヘッドのちっちゃいコンパクトを使ってますからね。ただまあ、いざというときというか、なんか間違えてると嫌なので、やっぱりちょっと念のためということで、持ち手のとこにシェーバー用って書いてみました。まあね、こう自分でもね、忘れちゃうことあると思うんで、なんとなくこう、こういうのはやっといた方がいいよねっていう、比較にね、届けといた方が間違いもないかなと思うので、こういう形で今後シェーバーの掃除については、この使い捨て歯ブラシを使おうと思ってます。で、汚れたらね、また捨てて次のやつをね、使い直せばいいというか、また開けちゃえばいいだけですからね。というところで、年末最後の話題になってしまいました。というところで、こんな感じで今回はちっちゃいこの小ブラシを捨てて、大きい普通の使い捨て歯ブラシですね、これを使い続けようかなと思っています。という感じで、2020年も最後の動画ですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。2020年私1月からね、YouTube の発信を始めたところだったんですけども、ようやく、このタイミングでチャンネル登録者数150人超えているような感じです。引き続きですね、2021年も頑張って動画投稿を続けていきたいと思いますので、まあ、ちょっと最近ガジェットもね、あんまり買ってないっていうか、どんどん片付けばっかりやってる感じになってますけど、新しいね、プロダクトも買ってチャレンジ続けていきたいと思いますので、ぜひまた、動画を見ていただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。アラフマンでした。では、良いお年をお迎えください。失礼いたします。